はい、皆さんこんにちは、ムカキンです。ということで今回はですね、東京グールのガチャが、出ましたので、今回は引いていきたいと思います。ノー編集でいきます。カメラしっかりなってますか？よろしくお願いします。もうパパパって引いていきたいと思います。おお、すごいですね。これ何が一番いいのかちょっとわかんないんですけど、はい、開けましょう。まあこんな感じですね、引いていきたいと思います。僕はあの生配信とかで結構確率すごいんで、まあちょっと今回動画もノー編集で出して、いこうかなと思います。あ、ちなみにですが、あの皆さん引きたいですよね。ぜひチャンネル登録しておいてくれた方には、まあ、適当にね、余ったギフト券とか別にお金余ってるので適当に配っていくんで、ぜひチャンネル登録だけよろしくお願いします。じゃあ引いていきましょう。スキップした方がいいな、これ。さあ、1個なんかレアリティが高い。これはダメですね。あー、なるほど、スーパーレアレベルでこうなっていくんですね。じゃあ全部スキップしていきましょう。はい、これ外れですね。さあ次行きましょう。どうだどうだ。まああの一気にまとめてくるんで見といてください。あ、シェアしません。シェアしません。はい、次ですね、行きましょう。あースーパーレアはやっぱこの色なんですね。じゃあウルトラレアの方がやっぱいいんだ。ウルトラレアどれぐらい来るか。ああ、これ来たんじゃない？1個来ましたね。1個来ましたよ、ウルトラレア。さあ、ウルトラレアがなんだ？さあ、いらない。むちゃくちゃいらない。さあどうだ。東京グールが何か知らないんですよね、実は。これもスーパーレアですね。これいらないですね、いらないですね。皆さんどれぐらいガチャ引きたいですかね。ぜひね、コメント欄にその意気込み。おっと、これウルトラレア来ましたよ。さあ、M4 ですね。これもいらないかな。何が一番いいんだろうね。何が一番いいのかちょっとわかんないんで、ちょっと見ましょうか。まあ、車かな。やっぱ車とバイクと、あ、車かっこいいな。車欲しいですね、車。車狙いたいな。よし、行きましょう。あ、また、これウルトラレアじゃない？さあ、スキンいらないですね。スキンいらないですね。やっぱ車出るまで回したいなっていうのは思うんですけど、これノー編集なんで、あの課金のシーンも全部見えちゃうんですよね。やっぱあのガチャ動画って編集が見たいんじゃなくて、やっぱガチャ引いてる姿が見たいと思うんで、これだけテキパキパンパンパンっていく方がリスナーさんもハッピーなのかなって思いながらですね、今回はやっていきたいと思います。やっぱスピードも重視だと思うんですけど、スピードも重視かつ、やっぱり淡々と引いていく姿、そして課金額も、まあ、やや多めで。いや、スーパーレアばっかですね。スーパーレアばっかですね。東京グール自体はね、ほんと見た。ああ、これいいですね。あれだ。メデューサの頭みたいな。そう、これ生配信じゃないしね、動画投稿で編集もしてる。もうほんとノー編集、ノー編集なんだよ、皆さん。ノー編集でやってますんでね。はい、よろしくお願いしますね。あ、よかったら今のうちにね、高評価をしておいてもらうと、こうやってね、ウルトラ、この人のためにいいことをしたら、やっぱりウルトラ来ますよ。車来ましたんじゃない？これ。車来たんじゃない？これ。車来るんじゃない？来ませんね。車はそんななかなか来ないですからね。車なかなか来ないんで。さあどうだ、これは神回なるかですね。もうタイトルも今のうち神回ってつけとく予定なので、当たるでしょう。さあどうだ、これも来ないか。これも来なさそうですね。来ません。さあ、なんかあの芝刈り機総君のツイッター見てたら、あの1回のガチャでなんか3つぐらいスーパーレア、スーパーレアじゃない、ウルトラレア入ってて、すごいなと思ったんですけど、そう、僕も昔そういうことがあったんですよね。さあ、全然来なくなってきた。さあ、ちょっと課金金額増やしましょうか。リスナーさん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。今ここ大丈夫、広告入れないんで、ちょっと待ってくださいね。広告入れないんで安心してくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね。今ちょっと僕のあの画面だけでちょっとお楽しみください。今課金してるシーンをね、見てください。画像大丈夫ですか？画質とか顔の調整しっかりできてると思うので。はい、やっていきたいと思います。音声とかも大丈夫かな？いや、こうやって喋ってる間に課金してるんでね、安心してください。あ、皆さんにもギフト券ちゃんと配りましょうか。配りますよ。もう次の動画ぐらいにギフト券、あ、そうだ、次の動画、あ、そうだ、そうだ、次の動画に、リスナーさん、いいこと考えてる。次の動画に、どこかに、ね、どこかに、iTunes ギフト券1万円分10枚ぐらい、コード貼っときますよ。マジで。そう、もう一瞬で、なんかいつもだったら広告とか入るところに広告入れずに、iTunes ギフト券、それむっちゃいいよ。俺、名案だ。だからチャンネル登録と、通知をしといた方がいいかもしれませんね。大丈夫、最近クソみたいな雑な配信してないんで安心してください。まあ、こうやって喋ってるうちにですね、東京グールのやつが課金が終わりましたので、はい、それではですね、次の、ガチャも行きましょう。皆さんお待ちくださいね。いきますよ。iPad の画面開きますよ。さあ、開きました。
さあ行きましょう。行きます。さあ、こっちですね、東京クールのガチャですが、まあもう3万円追加したんで、もうこれでいいのが当たるでしょう。あ、リスナーさん、ちょっとタバコ吸います、よろしくお願いします。タバコ吸いますね、ちょっとタバコ吸います、安心してください、タバコ吸います。 OK です、 OK。さあ、あのサムネイルとかも本当適当で、タイトルも多分適当になってる動画だと思いますが、この後もう生放送の皆さん、生放送の気分で、ご覧ください。もうこの後何があるか分かりませんが、この生放送感覚を動画で見れる、これが超無課金です、よろしくお願いします。さあ、ここで当たらない当たらないが来た時に不意にあのウルトラレア来ますんでね、よーく見ててくださいね。来るかもしれませんよ、来ますよ来ますよ。これ編集なしですからね、編集なしでやってますからね、来ますよ。スーパーレアじゃなくてウルトラレアが来ますよ、来ますよ、見ててくださいね。行きますよ。あ、来ましたね、はい来ました、ここで来ました。さあ何が来る、何が来る。いらないですね、いらないですね、車来ないですね、なかなか、なかなか。ああ、おー、これなんていう反応したらいいかわからないやつや、むっちゃアドリブに困るやつや。どうしよう、車来るよねさすがに。おーっと、車来い、車来い、あと1来ないですね、全然来ないですね。車以外のもの基本的に来てるのに車だけ来ないですけど、そんな当たりにくいかな。なんかここまで来たら車当たるまでやりたいですね。おーっと、これはさすがに今ウルトラレアのラッシュ来てますよ、ウルトラレアのラッシュ来てますよ。クラシック当たる。さあ全然来ないですね、全然来ないですね。さあどうだろう、ここまで来たらさすがに、車ね、当たるのが見たいと思ってるのでね、僕も見たいしリスナーさんも見たいと思ってるはずです。さっきみたいな感じでね、ウルトラレアが 2,3 個一気に当たるようなシーンがあれば、もうおーっと来ましたよ。さすがに車来るか、さすがに車来るかね。3万円入れてウルトラレアが2個しか当たらなかったっていう人も見てきましたが、これはゴーっと車来ました。リスナーさんどうですか、車来ました、車来ましたよ。さあ車が来ました、これ素晴らしい、最高最高、車来ました。さあ車当てたのが1個、こっちの車が一番いいですね。でもバイクも欲しいな、バイクも欲しい。リスナーさん追加しちゃいましょう、追加追加しちゃいましょう、課金額ね。このままちょっと待ってくださいね、リスナーさん、ちょっと待つだけでね、生放送感覚でとてもいいものが見れる可能性もありますんでね、皆さんぜひ来てください、来てくださいっていうか、たまに生放送とかもしてるんですけどね、生放送は僕あんまり面白くないんでね、動画投稿だけ見といてくれたらそれでいいです。あと言うてる間、荒野の光ありますんで、荒野の光で実写動画、あでも実写動画、僕の実写なんか需要ないの分かりきってるんですけど、次ヌーブとちょっと実写動画でね旅行行くんで、それもぜひ見てもらえたらなと思います。あとアルファ D にですね、あの新メンバーが加入します、あの新メンバー加入するんで、その新メンバーの報告も、やろうかなと思ってます。4月1日、エイプリルフールの日にやろうかなと思うんですけど、本当なんですよ、本当なんですけど、まあ一応皆さんねぜひ楽しみに。ストリーマーで、あの多分荒野界隈一話題が出るんじゃないかっていうメンバーがね入ります。はい、荒野界隈一話題が出るんじゃないかっていうようなメンバーが入ります。さあリスナーさん、じゃあ最後ですね、ガチャラスト引いていきましょう、終盤ラッシュですね、いきましょう。よし、開きますよ、開きますよ、 iPad の画面開きますよ、 iPad の画面開きますよ、せーの、はい、いきました。よし、じゃあこれで1万8000金券また追加して、また3万円分ですね、約3万円分入れましたんで、さあこれラストですよ。さあこのなんかウルトラレアの見え方いいですね、なんかこのウルトラレア、なんか今回のガチャもしかしたら確率で言ったらかなり当たりやすくしてくれてる気がしますね、運営さん多分やってくれてますね、これ多分当たりやすくして、もう言ってる間チャンピオンシップがねやられるので、チャンピオンシップのために、ああ車当たりましたね、もうなんか反応取れないですね、チャンピオンシップがもう始まるので、そのチャンピオンシップのため賞金今回1億円まで出るみたいな流れですから、まあ俺の賞金が増えるために多分課金はねさせようさせようっていう動きなのかなって、なんで今回かなり力入れてるんじゃないかなと思いますね。さあ今何のために引いてて、何が当たったら嬉しいのかも分かってない状態なんだけど、どうしよう。そうこれはいいのかな、知らないね、リュックなんか使うことないからね。さあ、あウルトラレア2つ来ましたよ、これはとてもいいんじゃないですか。さあ同じのばっか当たってますね、同じのばっか違うかな、わかん、東京グールの東京グールかクールかも分かんないですよね。てかまずな、何がどのキャラクターがとてもいいのか分かんないですよね。さあまたウルトラレア来ましたね、ウルトラレア来ますね、車結構当たりますね、素晴らしい、車が結構当たる流れ入ってきましたね。大体だからこれぐらいの金額つかめば車とか当たるんじゃないかなって、もうほとんどのものを手に入れたんじゃないかなと思いますね。
さあ、素晴らしいですよ。もう今回あれですからね、最後にあれないですからね、愛を流れないですからね、最後に愛を流れないんで、そこだけ把握してもらえたらと思います。さあ、終わりましたか？これラストですか？あと何回弾けますか？あ、弾けませんね。じゃあ、あと単発ですね。単発当たる気しませんけど、単発当たる気しませんから、あ、単発になったからって放送見るのやめた、放送ってか動画見るのやめた人もいると思うんですけど、ちゃんと最後まで見といた方がいいですよ。僕単発で結構やらかす男なんで、やらかすっていうのは悪い意味じゃなくていい意味で結構出てるので、はい、来るんじゃないですか？これ来るんじゃないですか？さあ来ないですね。さあ来ないですね。これにゃんこの呪いみたいななんかありませんでしたっけ？にゃんこの呪いかなんかありましたよね。さあ、来なかったですね。来なかったですね。はい、ということで、あ、これまだ弾けますね。あ、弾けますよこれ、リスナーさん。そうなんです、これも伝えたかったですね。これたまにね、弾くのね諦める人とかいるんですけど、これここでもらえるんで、ぜひガチャ引いてあげてください。あ、いいですね、いっぱい当たりましたね。あ、こんなんいらないですね。誰だこれ。さあ、そうです、僕はリチさんさん、ちょうど僕超かっけえ軍団のですね、団長してます。実は、軍団見てください、1位です。素晴らしいですね、軍団1位なんです。今初めて知りました。初めてじゃないですけどね。じゃあ倉庫見ていきましょう。これ倉庫紹介動画じゃないんで、倉庫紹介動画はまた見てくださいね。じゃあ、せっかくなんで宝箱を引いていきましょう。さあ、当たりません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 でした。これなんだろう、これなんかしよ、なんか、なにこれ、これなんだろう。オブジェなるかみさんですね。はい、よろしくお願いします。さあ、もうこれはいらないですね。はい、リスナーさん、じゃあ、終わります。さよなら。超見やすかったですね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。もう一回言っておきますけど、次の動画で、iTunes カード10万円分ぐらい。まあ、3000円を30人でもいいですね。配りますんで、ぜひ、チャンネル登録してる人にしか、見れない放送にするんで、ぜひよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。どうやって切るんだ？そうなんですよ。方向音痴で。機械音痴でしたね。